はい、こんにちは、団長です。今日は2021年5月の20日の木曜日ですね。今日もいつもの通り団長ニュースをお送りしていきたいと思います。はい、ではまず日経平均ですね。20日の東京株式市場で日経平均株価は小幅反発し、前日比53円80銭高の 28,098 円25銭で終えたということです。はい、朝方は前日のアメリカ株安を受け、売りが先行したということですね。前日にビットコインが急落し、投資家心理の悪化につながったということですね。ただ2万8000を下回る水準では、押し目買いや売り方の買い戻しなどが入り、日経平均をプラスに押し上げたということです。はい、一方で上値を買い進む動きも限られて、相場の強弱感が対立する中で小口の売買が交錯したということですね。市場では米国のインフレ懸念をめぐる、金融政策当局の対応や日本国内のワクチン接種の進展といった不透明な要因を払拭できなければ一段高の局面にはなりにくいとの指摘が出ていたということです。はい、東証一部の売買代金は概算で2兆1734億円、売買高は9億9465万株ということでした。東証一部の値上がり銘柄数は1385と全体の6割強を占めたということです。値下がりは703、変わらずは104銘柄だったということです。はい、では早速チャートの方を見てみましょう。今日はですね、下げから先行したんですが陽線つけたといったところですね。まだ赤の移動平均線の下にいるといった形です。この時点で一旦下半身にはなったものの、その後ですね、少しコマが出て、陽線が出たといった形なんですが、2万8000近辺ですね、この辺をもじゃもじゃとしているといったところです。この辺りから一旦下落して、その後ですね、急回復やはりできないといったところです。まだ引き続き下げムードがあるのかなと団長は見ております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、先週ですね、パンパカパンが終わってしまって、今週も陰線を踏んでいるといった形になってますので、引き続きですね、上昇トレンドの中に入っていくのか、下落ですね、また下落トレンドで、この後ですね、陰線つけて再度逆下半身発生して、前の安値ですね、このあたりを割っていくかといったところがポイントになってくるかと思います。はい、団長はですね、なんとなくまだですね、下落、していくのではないかなということで、見ておりますので、あまりですね、積極的な買いは控えたいなと考えております。はい、では今日もですね、団長の注目銘柄の方を取り揃いましたので、早速ご紹介していきたいと考えております。はい、では早速いってみましょう。はい、一つ目の銘柄です。一つ目の銘柄は5423の東京製鉄ですね。こちらは今非常に綺麗なパンパカパンで上昇してます。綺麗な上昇パンパカパンしてたんですが、一旦ですね、こちら、1257円を頂点として下落してしまって、その後ですね、再度切り上げてきて、この時点で下半身つけたんですが、その後また陽線が出て、今日ですね、一気に下落してしまって、ここですね、赤の移動平均線がダブルトップの形になっていくかなと考えております。ということで、今パンパカパンの中にはいるんですが、この局面はトライ届かずでもありますので、この後ですね、下落していくのかなと団長を見ております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、移動平均線が下から青、紫、緑、赤ですね、ずっと綺麗な上昇局面で、陰線を踏んで、今週ですね、こういった形になっておりますので、ダブルトップをつけた後の下落、このあたりをですね、売りエントリーで狙っていきたいなと考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は4188の三菱ケミカルですね。こちらは前の高値がですね、ここです。3月23日を頂点として、その後一旦下落してきました。で、下落し続けて、青のですね、60日移動平均線にはサポートされる形で再度上昇。でですね、今この形で、これですね、昨日の時点でこの上髭ですね、前の高値と揃ってきたところでの上髭で、この後下落トレンドかなと見てたんですが、今日ですね、一応陽線つけたといった形になっております。こちらも週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、こことここが並んでますね。900円間近のところです。高値で894円ですね、900円にタッチするかといったところで、こういう形を描いてますので、来週ですね、これが下落してきまして、大きな相場崩れてくると、こちらもダブルトップの形になってくるかなと団長は考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。
はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は1719の安藤狭間ですね。こちらはこの辺りですね、綺麗なパンパカパンでした。で、900円の節目から一旦下落して、ここはですね、相場先生の日大の逆日大ですね、逆日大の形で再度下落を続けていると。で、ここは一旦青割れをしたんですが、その後ですね、切り返してますという形になってまして、今下から数えますと1,2,3,4,5,6 といったところで上昇しております。なんとか850円の価格の節目と青と緑にですね、サポートされてますので、このあたりの節目ですね、抜けてくると、この銘柄は強いのかなと考えております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、900円に当たって下落したんですが、今週ですね、このまま綺麗な陽線保てば、下半身再度発生といった形になってますので、週足ベースで見ると、金曜日ですね、明日の金曜日もしくは来週で、買いエントリーを入れてもいいのかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は2531の宝酒造ですね。こちらについては今ですね、少しやりにくい青と紫の間にローソク足があるといったところなんですが、1400円ですね、価格の節目でサポートされて、下げ止まっているといった形です。ここですね、間もなく紫割れをしそうなところですね。赤の移動平均線は高値切り下げになってまして、ここのところですね、一旦下落して、1400円にサポートされて上昇したんですが、青にですね、完全にブロックされています。で、下落して再度上昇したんですが、火曜日の時点ですね、上髭で青にブロックされて、今陰線と続いてますので、団長はですね、こちらも売り目線で見たいと思います。ポイントとしては、しっかりとした逆下半身かつ1400円の価格の節目割れかつ、紫割れですね、団長の検証動画第1弾の紫割れを起こすと、これですね、大きく下落してくるのかなと考えております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、下から紫、青、緑、赤ですね。今間もなくパンパカパンが崩れようかとしているところになってます。交差しようとしてますね、といった形になってますので、この1400円を割り込んできてしまうと、完全にですね、緑と赤が交差してパンパカパン終了といった形になってきますので、はい、やはりですね、この1400円の価格の節目を非常にですね、重要なポイントとして見ていきたいなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いては団長の追跡動画をお送りしていきたいと思います。続いての銘柄です。続いての銘柄は6770のアルプス電機ですね。アルプス電機はずっと下落してました。この形でずっと一旦下落して、横バッターとの逆下半身から一気に下落ですね。こちらは、リスナーの方にご投稿いただいた銘柄ですね。リスナーの方はこの辺りで売りエントリーを狙って、そこからしっかり取れているといった形ですね。今、下値刺さってます。1100円の価格の節目に一旦刺さって、3日連続一応陽線つけて下半身が出たといったところですね。こちらのアルピス電機については、この後ですね、上昇してきて緑と赤がひっつく頃にこけてくれると、相場先生のセオリー通りの形になってくるかなと思いますので、この逆パンパカパンの中のここですね、一旦買いエントリー入れてもいいですし、入れずにずっと見ていって、どこかでこけるところを待ち構えたいなと団長は考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は6703の沖電機ですね。こちらも1200円ですね、1回当たって2回当たってダブルトップからの大きな下落が開始して、紫割れを起こした後にずっと下落して、950円の価格の節目で下げ止まったといった形ですね。で、こちらも3日連続陽線つけております。はい、こちらの銘柄もですね、どこか上昇した後でこけていてほしいというような銘柄になってきてますので、こちらについても下げをですね、狙っていきたいなと団長を考えておりますので、引き続きですね、来週も追跡していきたいなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は4689のヤフーですね。ヤフーについてもずっと下げ局面で見てきましたが、450円の価格の節目で下げ止まって、今ですね、上昇しているといった形ですね。こちらも今逆パンパカパンですね、綺麗な逆パンパカパンの中に入ってますので、ここもですね、先ほどと同じようにもう一度ですね、軽く上昇していって、どこかで逆下半身がついたところで売りエントリーで狙っていきたいなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は7532のドンキーホーテですね。こちらも同じような形です。ずっとここですね、ダブルトップで下落し始めて、
2200円をちょっと下回ったところですね。こちら、5月の17日の月曜日を最下点として、ここの安値が2143円ですね。このあたりから3日連続上昇と、先ほどの銘柄と本当に同じような形ですね。今移動平均線は上から青紫緑赤ですね。綺麗な逆パンパカパンではありませんが、青紫が緑赤の上にあるといった形ですので、下落トレンドの中にいるかなと団長を考えております。ということで、こちらについてもですね、この後陽線つけて緑に当たるところでの下半身ですね、逆下半身を狙っていきたいなと考えております。はい、週足です。週足で見てみますと、下から紫、赤、青、緑ですね、こういった形で一旦紫割れですね、紫でサポートされてますので、この後軽く上昇していくとは思うんですが、どこかでですね、必ずこけてくるかなと考えておりますので、こちらもですね、下げトレンドを狙っていきたいなと考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いては団長の鉄板チャートをお送りしたいと思います。続いての銘柄です。続いての銘柄は4042の闘争ですね。こちらは時は2018年の2月の5日の月曜日になります。今日ですね、ポイントとしてはこちらですね、団長マークのところですね。理由としましては、今日はですね、4つ挙げさせていただきました。まず1つ目は前の日ですね、上髭陽線ということです。ここから一旦下落してきて上昇してきたんですが、下から数えて 1,2,3,4,5,6,7 ですね、7日目のところで上髭です。この上髭がこの前の高値ですね、こちらに並んだところで上髭ということは、ずっと上昇してきたんですが、一旦上がって場中でですね、この前の高値意識されて下落してきたといったところで、下落のサインかなと団長は考えております。続いては移動平均線の集中ですね。ここの移動平均線、かなりですね、この後絡み合ったところで非常に、紫、青、赤、緑集中しております。どちらかにこの後ですね、大きく跳ねるか下落するかというところのサインになってくるかと思いますので、この日ですね、この移動平均線の集中から下落したということは、こちらですね、こちらに下がっていくというところのサインになるかなと考えております。で、3つ目は相場先生のですね、エントリーのきっかけですね。エントリーポイントとして下半身、逆下半身がありまして、この時点で綺麗な逆下半身を形成しているといったところですね。はい、4つ目としては高値の切り下げですね。赤の移動平均線が、ここが高値ですね。高値、切り上げ、その後の高値、切り下げという形になってますので、やはりですね、トレンドとしては下落トレンドかなと考えております。ということで、ここで仮にエントリーができるとすると、一気にここで取れまして、この一本取りでもいいかもしれませんね。この一本取りでもいいかもしれませんが、やはりですね、ここ間もなく逆パンパカパンの形になってますので、まだ、我慢できるところのかとも考えております。で、次の日が、高値ですね。はい、朝方ですね、2400円近辺からスタートするんですが、こちらも陰線なので我慢。で、その次の日も赤の移動平均線の下にあって、完全にここはもうパンパカパンになってますので、これも我慢できますね。といった形でずっと見ていくと、このあたりでですね、2200円の価格の節目で下げ止まってますので、この日、もしくはこの日で、利確一旦してもいいかなと考えています。この日、もしくはこの日ですね。この日は確実に下半身になってますので、利確ポイントだと思いますので、ここからここのどこかでの利確という形になるかと思います。ということで、この日にですね、エントリーして、利確ポイントとしてはここまで持っていくというような形がいいかなと団長は考えております。はい、以上、今日は2021年5月の20日の木曜日ですね、団長ニュースの方をお送りさせていただきました。日経平均ですね、やはりちょっと不安だなと思います。2800円割れを起こしてしまうと、この後ですね、もう少し2800円から2700円の間で、上げ下げしてくるかなと考えておりますので、引き続きですね、こちらも注視していきたいなと考えております。はい、良ければですね、ぜひとも、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。またですね、週末にかけて、リスナーの皆様の、注目銘柄の方もぜひともお待ちしてますので、ぜひともですね、コメント欄の方に記載ください。週末にですね、また解説動画の方を作りたいと考えております。はい、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。